こんにちは、こんにちは、田中です。お久しぶりの、こちらはお久しぶりです。何してましたみたいな、ね、なかなか1年ぶりなんですかね。前回動画ここで撮らせていただいた、今日ハイパーギターさん来てるんですけれども、はい、今日は、はい、その、まあ、動画的には第3弾なんですかね、はい、1年ぶりにですね、はい、やってきたのは、まず1つ目の企画として、はい、うちのもう倉庫が満タンでなんとなく小耳には聞いてますよ、はい、すごいことになってるっていう、はい、それで、はい、まあ、今ちょっと撮ってきたんですけど、はい、あのとにかくこの傘の買ってるアンプをちょっと売ろうって言って、はい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 、今日はアンプ、まあ、メインで一つはヘッドとスピーカー、はい、あとヘッドだけのやつなんですけど、アンプ 2台っていうか持ってきたので、はい、そちらをですね、まあ、査定してもらいつつ、なるべくあのここにもうこのまま置いてって売ろうという、はい、企画でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとアンプ見させてもらえますか、これ。もうこのケースからしてあんまりほぼ確かにほぼ、いや、このデザインはデバイテッドってやつですか、これ。デバイテッドボディサーティン。はい。この辺りは評判のいいアンプですよね。そうですね、なんかこの手のやつでは、はい、あの一応使ってる回路とかもあの一番高級なやつで、はい、よく僕ね資料完璧に覚えてないんですけど、はい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 、一応これオーダーメイドしたやつで、うん、あの革とかもこれにしてくれる、あ、なるほど、そういうのができるんですね、まあ、多分半年ぐらい待って、はいはいはい、で中も、うん、まあ、いくつかタイプはあったと思うんですけど、ああ、多分なんか一番いいやつ来てくださいね。OK、そうです。で、これが。スピーカーが。開けます。いいですね、デザインがね。あ、スピーカーが右と左違う。そうそう。うん、こんな感じです。え、これライブ使ったの？使ってた時もあるんですけど、うん、あんまりライブでやらなくなった頃に買ったやつで、ああ、じゃあその登場回数は、はい、はい、がっつりでもないと、はい、でもそしたらほぼほぼもう新品に近いような、そうですね、多分ライブで10回も使ってないと思う。あらららら、出したの10年ぶりぐらい。ちょっと中見せてもらってもいいですか？はいはい、両方鳴らすのと片方どちらか、はい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 、で、アンプのパワーで鳴らすのと切り替えられる、うん、よいしょ、あ、なるほどですね、 6V6 を使ってるわけですね。相当でもね、回路詰まってますね、この辺りがね、いい感じ。まあ、これでちょっと鳴らしてみましょうか、じゃあね、てっぺんがちょっとグッと潰れた感じの、はい、すでにね、売りたくないぐらいいい音してんなっていう、いいですよね。まあそこはもう最終ジャッジで、はい、はい、あ、リバーブもね入るんですね、これね、まあ、そのリバーブ、
どうします？あ、違います。いやちょっとまあだなんだろう、はい、使ってないからもうなんか、まあ、機会がないからちょっとね、はい、やっぱこれはもう量に出した方がいいと思ってます。はい、いやでもここのねマークのこの感じとかねデザインもねいいですよね。でまあ拓也さんが選んだこのデザイン、はい、これもまたね、はい、一つの売りでもありますけど、これはねいい感じです。いやいや、僕も引いていいですか？もうもっちり。少なからず遅れるじゃないですか。はい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 、はい、でそれに慣れてるから、うんうんうん、今なんか自分が弾いてるよりも早くもう先行っちゃってるんですよ。めっちゃいい、めっちゃいい、ね、そうでも気持ちいいんですよね、こういうね反応がいいやつね。これはこれはこんな早いアンプなかなかないよね。いいです、いいです。いやけど売るんですか、売らないんですか。売らないけどね、売るやっぱね、売りたい理由は一つ、はい、一番のね、はい、理由はもう本当ガチの生のギターアンプの音なんで、はい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 、この手のアンプで何かやろうと思ったら何かしらエフェクター組まないとダメじゃないですか、はいはいはい、それがね現在の僕の心境とはちょっと違うかなっていうのと、うん、マジでいいアンプだと思うんだけど、まあちょっとあの聞かす系じゃないですけども、そうそうそう、そのバーのところはすごい似合うんですけどね。あ、そうそうそう、まあレコーディングとかもすごいいいと思います、はい、あの、はい、確かに。なので、興味ある方は、うん、試奏できますのでよろしくお願いします。続けて紹介するのはロケットという少しレアなギターアンプです。実はあのスピーカーもあって、うん、スピーカーは実は今僕使ってて、あ、まあ、セットであるんですけど、ただねこれはあとね、うん、もう一個はその時買う時に、うん、特に証明するものは何もないけれども、うん、キース・リチャーズが使ってた、なんかのレコーディングで一発使ってというそういう感じ、うん、みたいな、そう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 、うん、そういうやつですみたいなお話が、でまあ半分僕も信じてるような信じてないんだけどもまあなんか面白いですよね、うん、でまあスピーカーは電波につないでとか普通に使ってるんですけど、うん、もしも、はい、あのこれが買いたくてなんならスピーカーも一緒の状態が欲しいっていうんであれば、うん、要相談で僕そのスピーカーボックスを手放して、うん、あの新しいスピーカーボックス買えます。それはそれでね。まあでもそうね、それはなんか歴史としてそれ揃ってるのがやっぱりまたね、こういうのっていうのはいい場合もありますからね。いいというのならね、うんうん、はい、そこはね、要相談。要相談ということで。オッケーです。なんか面白いですね。はい、100ワットクラスのアンプになるのかな。まあ、ね、そうなんじゃないですかね。うん、ちょっと後でね、カエラもちょっと見させてもらいますけども。でも使いやすいかもしれない。そうですね、感じは。デバイテッドバイサーではやっぱ良くも悪くも反応がめちゃくちゃいいんで、うん、はいはいはい、演奏にちょっとシビアさが要求されるけど、まあ、こっちはの方が気楽に弾けますね。なんかね、あのそういう感じがしました。じゃあこれもね、扱いさせてもらいます。ありがとうございます。続けて紹介するのはマエストロフェイザー。じゃあちょっとこういろいろやってみましょうか。これはねスピードとかをライブ中にこう足でこう、こう、
フェーザーっていうのが良くて、なんかこういう揺れる系ってコーラスとか選んじゃうじゃないですか、うん、ああするとね、コーラスって音程ずらしてるやつなんで気持ちいいんだけど、ハーモニー的には事故ってる可能性が多くて、でフェーザーっていうのはその名の通りフェーズをスピーカーの理想を変えて揺らしてるんで、まあ音程には影響しないから、まあなんか音楽的にはこっちはあのの方がセーフなんですよね。事故らない、事故らない。まあ、ライブ向きっていうか、まあ、もちろん今でもレコーディングでも使えるんですが、まあ、こういうのヴィンテージ好きだっていう人はこれもうち置いていくのでですね、ぜひ、はい、やばいやつじゃないですか、完全にやばいやつ。そうそうこれはね、ないですよ、世の中に。はい、以前、この1年前にですね、はい、こちらにまあ査定していただいて、はい、まあ、思想とかもした、このボーね、可愛い音してましたね、これね。ギターオルガンなんですけども、うん、本当に今回のうちのですね、倉庫整理のためにですね、はい、こちらも放出していただければ、放出していただければ、ありがとうございます。我はという方、我はという方、はい、可愛がっていただければと思います。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、はい、今なんとなくまあ。今日持ってきたものの全部の思想などは、はい、終わったんですけども、はい、これから一応中開けたりとかして、そうですね、一応状態を1回だけ見させていただいて、はい、それであのご報告して、じゃあこのくらいのお値段でいきましょうかとか、そのあたりで、はい、はい、でちょっとここから、はい、数日か1週間ぐらい時が飛ぶということで、はい、まあそうですね、ちょっとお時間ください。はい、はい、ということで、はい、あれからちょっと時が経ったんですが、はい、査定価格が、はい、出たそうなんですね、はい、発表したいと思います。はい、じゃあこっちまずですね、はい、デバイテッド、まあ、一番めちゃくちゃこれね、はい、いい音してました。これね、税込み49万8000円でいきましょう。49万8000円でいきましょう、これは、はい、それとあとは、これですね、ロケット、はい、これは、まあ、かなり使い込んだんで、これ19万8000円、はい、19万8000円でいきましょう。で、あとあと紹介した、オルガンギター、ボックスオルガンギター、あれはね、まあ、現状としてあの、はい、全部直すとどうしてもどうなるかっていうのが一定なんで、そうですね、あの現状で欲しい方がいたら、48万円、税込み48万円、はい、でこれが、マイストロのフェーザー、結構いい年してます、これもね、これもレアで、ね、レアなもん、これでも4万8000円、これも、はい、はい、結構興味ある方いると思うんですよ、この辺りは、はい、ちょうどいいところで、はい、はい、やっと出たのでですね、はい、この動画、アップ以降ですね、はい、この新大久保ハイパーギターさんで、はい、購入できます、はい、そうですね、はい、ひょっとしたらその前に、まあ、あのこの好きな方がお店来て、ああの買っちゃうかもしれないですけど、その時はごめんなさい、はい、それは大丈夫です、はい、それは大丈夫、あの、まあ、一応ね、僕これはね、はい、名残惜しいんですけど、確かに、マジで昨日久しぶりにって自分のスタジオ行ったんですけど、あの倉庫が空いてて、やっぱりいや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 、倉庫が通れる隙ができてると思う、はい、もうそこはもう、はい、どうもよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く。水着足ふいに乾いて下を向いて膝まずい。